バトルシップ後部はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ホールリバーにあるヒエリ海事博物館及び戦争記念館。第二次世界大戦の頃の海軍船舶の世界最大のコレクションがあり、戦艦マサチューセッツが展示されている。トントン川とマウントホープ湾の合流点に位置し、ブラガ橋の一部がかかり、ホールリバー遺跡修立公園に接続している。 戦艦マサチューセッツを取り壊しから守り、博物艦船として保存することを保証し、戦争中の記録を展示している。戦艦は小さな入り江を形成し、下記にプレジャーボートにとって避難港としての役割を果たしている。ホールリバーヨットクラブが近くの不団を管理している。またノースダートマス近郊のリンカーン公園にあった歴史的な1920年製メリーゴーラウンドが、 1990年代初頭、地元の職業訓練校の生徒により修復されここに設置された。戦艦マサチューセッツ記念委員会として登録され、バトルシップ工部は非営利教育組織として組織され、1964年、アメリカ合衆国内国際入庁から内国際入法第501条 C 項3号に基づく団体としての認定が与えられた。 第二次世界大戦中に戦艦マサチューセッツに登場していた退役軍人たちの先導により、この退役した戦艦を一般に公開するため、海軍が寄付するよう働きかけた。一般公開初年度25万人以上が観覧に訪れた。その直後、この戦艦は第二次世界大戦で命を落としたマサチューセッツ州民の公式記念館として認められ、 船内を展示用に再編成された。バトルシップ後部1972年、第二次世界大戦で使用された攻撃型潜水艦、ライオンフィッシュも展示物に加わった。同年、宿泊体験プログラムが開始し、これまで50万人以上が参加した。翌年、ギアリング級駆逐艦ジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニアが展示物に加わり、朝鮮戦争及びベトナム戦争のコモンウェルス、 公式記念館となった。これに続いて、戦艦マサチューセッツは湾岸戦争コモンウェルス公式記念館となった。ケネディ合展寺開始直後、ホールリバー市長はこの地をバトルシップ公部と命名した。1975年、全米の2万4000名の大役駆逐艦軍人で組織されるティンカンセーラーズがバトルシップ工部で創立された。1984年、 航空機 T-28 が展示物に加わった。この航空機は練習機として使用されたほか、ベトナム共和国空軍でも使用され、コモンウェルスに移住したベトナム共和国空軍従事者の記念碑となっている。土産店ができ、組織の収入源となっている。1985年、コモンウェルスは、ケネディ号の保存費用として250万ドルを与え、同年、 アメリカ合衆国国立公園局は、マサチューセッツ号、ライオンフィッシュ号、PT-796 をアメリカ合衆国国定歴史建造物に認定した。続いて、ケネディ号、PT-617 も国定歴史建造物に認定され、ボストン南部で最大の集合展示物となった。戦体発揮で構成されるバトルシップ工部は、世界最大。 最多の歴史的戦艦コレクションとなっている。2007年、バトルシップ後部1990年代、歴史的船舶及び退役軍人に関する60もの展示を新たに設置した。宿泊体験プログラムの成功により、児童生徒が多く見学に訪れるようになったため、入場料から展示の拡大や、船舶のメンテナンスの向上につながった。 1997年6月14日、ソビエト連邦製ミサイルコールベットの秘伝税など、冷戦に関する展示も追加された。3年後、コモンウェルスは、マサチューセッツ号とライオンフィッシュ号の監クでの特別な修復のため1000万ドルを与えた。1964年、バトルシップ工部には500万人以上が来訪した。教育、歴史博物館として成功し続け、 バトルシップ、後部コミュニティボーティングプログラム、レ静セオンインスパイアリングテクノロジカルエクスプロレーションプログラム、退役軍人の交渉プログラムなど様々なプログラムの維持、拡大に努めている。2012年、戦艦マサチューセッツバトルシップ、後部最大の戦艦マサチューセッツがメイン展示物となっている。第二次世界大戦中、乗組委員からビッグ、 マミーというニックネームが付けられていた。サウスダコタ急戦艦2隻目、アメリカ海軍で67番目の襲名戦艦である。1939年7月20日、マサチューセッツ州、クインジーのフォアリバー造船所で建造が始まった。1941年9月23日、チャールズ・フランシス・アダムズ三世夫人の合図で浸水し、1942年5月12日、 ロストンで収益し、初代艦長として、フランシス・ EM ・ホイッティング大佐が就任した。戦艦マサチューセッツは、第二次世界大戦の功績により11個の従軍聖賞を受賞し、海軍の駅場と評された。第二次世界大戦時、アメリカ海軍の人事の軍人が登場中、戦闘で亡くなった。統治作戦のカサブランカ沖海戦で、ビシー政権の戦艦ジャンバールに、 第二次世界大戦で初めて16インチ砲を撃ち、浜松の製鉄所を目標にして、第二次世界大戦最後の16インチ砲を撃ち、数時間後に終戦となった。戦艦マサチューセッツは、アメリカ国内に現存する戦艦8隻のうちの1隻で、あり、それらの多くが20世紀前半に製造されたもので、ある。バトルシップ後部の駆逐艦。 ケネディ号駆逐艦ジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニアは、アメリカ海軍のギアリング級駆逐艦である。在イギリスアメリカ合衆国大使ジョセフ・ P ・ケネディの息子で、後のアメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディの兄の海軍飛行士のジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニアにちなんで名付けられた。キューバ危機の際のキューバの封鎖、ジェミニ 6A 号とジェミニ7号の水上修復チームなどで使用された。 現在バトルシップ後部の博物館船となっている。2000年春、ロードアイランド海峡で映画13デイズの撮影で使用され、本来のジョセフ・ピー・ケネディ・ジュニア号としてだけでなく、アレン・エム・サムナー旧駆逐艦、ジョン・アール・ピアス号として登場する。潜水艦、ライオン・フィッシュ号、バラオ級潜水艦、ライオン・フィッシュは西インド諸島や太平洋熱帯域に生息する。 カサゴメのミノカサゴの名のついたアメリカ海軍で唯一の艦である。ニューイングランドの試験公開終了後、1945年4月1日に日本周辺にて最初の紹介を開始した。10日後、日本の潜水艦から発射された魚雷2発をかわし、5月1日、マーク15インチ砲で日本のスクーナーを破壊した。潜水艦レと合流し、墜落した。 航空機 B-29 の生存者をサイパンに移送し補給のためミッドウェイ島に向かった。6月2日、二度目の紹介を開始した。7月10日に浮上航行中の日本の潜水艦に魚雷攻撃を行った結果、乗組員は爆発音を機器船望鏡にて発煙を確認した。さらに2隻の日本の潜水艦を攻撃し、 日本周辺で墜落した航空機の乗員を救護した後に二度目にして最後の紹介を終えた。8月15日の終戦時にはサンフランシスコに向かっている途中であった。1946年1月16日、ベアアイランド海軍造船所で退役した。1951年1月31日、最終駅し、訓練航海のためアメリカが国海岸に、 向かった。北、大西洋条約機構の演習に参加後、地中海を航海して東海岸に戻り、1953年12月15日、ボストン海軍交渉で退役した。1960年、ロードアイランド州プロビデンスで訓練潜水艦として使用された。1971年に海軍から除籍され、1973年からバトルシップ工部で、 常設展示された。現在、最も人気のある展示物の一つであり、すべての潜水艦乗員にとっての記念碑として、尊敬を集めている。秘伝税1984年、レニングラード近くのペトルフスキー造船所でタランタル、ガタコルベットとして建てられ、当初、ルードルフ・エーゲルホーファーと呼ばれ、東ドイツ海軍により収益された。ソビエト製 ミサイルコルベットとして秘伝勢は東ジャーマン、コーストへの脅威に対抗するため設計され、対艦ミサイルスティックス及び防衛武器を搭載していた。ドイツ再統一後、1991年4月に退役するまでドイツ海軍に従事した。その直後に復活し、アメリカ海軍に移籍した。メリーランド州ソロモンのパテュクセント川にある海軍施設で、 東ドイツ海軍20名が参加して広く調査が行われた。チェサピーク湾とバージニア岬にて50航行後、海軍の予算の都合で操業を大幅に短縮されたが、1996年4月まで調査は続けられた。1997年6月14日、バトルシップ後部に追加された。潜水艦ライオンフィッシュの隣に係留されている。 PT-617PT-7961975 年 PT ボートの PT-7961984 年 PT-617 が設置され、世界で唯一二体の復元 PT ボートが展示されている。PT-617 は、ジョン・カイ・ケネディの PT-109 に似ており、現存する唯一のエルコ社製、PT ボートである。 従順洋館フォールリバーの選手の先1944年8月13日、ニュージャージー州カムデンにあるニューヨーク造船所で、フォールリバー市長の妻アレキサンダーシーミュレーの出資によりボルチモア級従順洋館フォールリバーが浸水し、1945年7月1日、D.S. クルフォード館長により収益された。1945年10月31日、 バージニア州ノーフォークに到着し、1946年1月31日まで実験開発のため航行した。クロスロード作戦に参加するため、第一統合任務部隊に任命され、1946年夏、マーシャル諸島にて核実験を行った。この準備のため、カリフォルニア州サンペドロに航行し、2月16日から3月6日、 機関用に改装された。3月17日、新珠湾に到着し、実験標的艦の司令官カイジファーリオン少将を乗せ、5月21日から9月14日、マーシャル諸島を航行した。アメリカ合衆国西海岸での訓練後、1947年1月12日から6月17日、第一巡洋艦隊の機関として、極東で航行した。 ピュージェットサウンド海軍像選手に戻り、1947年10月31日、予備役となった。選手の先がバトルシップ後部に展示されている。ありがとうございます。